ったら行った行った。皆さんおはようございます。ポテチン TV のポテチンです。いつもご視聴ありがとうございます。へいし、今日はですね、久しぶりに石田釣りにやってきました。一応私石田じゃないや、底物女子なんでね、ちょっと気分転換にやってきました。めっちゃいい天気です。そして超ベタなぎ、お、なんか桜島の上になんか傘がありますね。寒そう。寒いんだよ。今日も寒い。寒いけどね、なんか今日の海ちょっと釣れそうだなって思ったけど、まあ私の勘は当たったり外れたりしますので、どうかな。まあ、お魚さんたちも元気に泳いでくれるといいですけどね。さて、今日の餌ですが、今日はいろいろ持ってきました。まあ、ガンガゼはいつも通りなんですけど、なんとなくね、あのアジめっちゃ釣れた、あの桜エビ、この餌もなんかつけてこないかなと思って、何かしら。で、これ、起爆剤。そう、起爆剤もなんかこうウニにこう混ぜくってこうポイって。何言ってだろう。混ぜて蒔絵っぽくしてみたらなんか寄ってこないかなと思って持ってきました。で、これ伊勢エビ、これも蒔絵にするために持ってきました。ガゼもね、今日はなかなかいいサイズを持ってきましたよ。ちょっとお魚寄せたいなと思って大きめのにしてました。今日も滑舌悪いな。寒いからね。あとあっちのバカの中にも入ってます。めっちゃ持ってきました。バカ汚いな。はい、それでは本日もなんだ石田釣りやっていきます。よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。では早速ですね、先に蒔絵の準備をしていきます。で、今日はちょっとあるものを持ってきました。じゃーん、ポテチンの秘密道具。名前がまだない。ってことで募集する。考えてこなかった名前。あ、なんか皆さんいい名前があったらつけてあげてください。これ丸々1個じゃちょっと入らないサイズなので、大きいねこれもね。半分に切らないと入りません。この寒い時期のウニって、あ、でも結構入ってますね。ね、中身入ってる。で、これをこっちにね。よし。えい。これに活性起爆剤を入れてみる。初めての試み。何でもね、やってみないと分かんないからね。とりあえず山盛り1杯入れてみよう。わあ、すごい匂いだね。相変わらず魚寄ってきそう。なんか美味しそうだね。スイッチオン。お、なんか結構すぐ粉々になった。もう一回ゴー。素晴らしい。もうちょっと満タンになるまで続けていきます。おお、こんなすごい匂い。伊勢エビすごいね、匂いね。これこの中でいいか。
そこものの皆さん、もう少々お待ちください。ただいま仕込み中ですので、本日も特別にポテチンレストランオープンいたします。今日のメインディッシュは伊勢海老ですよ。伊勢海老の頭が入りました。すごいね、これね、伊勢海老の頭の部分。よし、これなら寄ってくるだろう。大変長らくお待たせいたしました。ポテチンレストランオープンです。おいしい伊勢海老だよ。なんか全然違うとこ飛んだ。匂い大事ですよ。お魚見えないけどね、まだ。ではあとは当たりが待って、当たりが来るのを待ちたいと思います。当たってるってる。なんか冬ってこんなんだよね。こんな当たりだよね。なんかタンじゃないんだよね。よかった、当たりが出始めた。今の当たりは分かりやすかったですね。当たってるってる。でもなんか多分走るまでにすごい時間かかりそうなあたり。夏場と全然違うよね。おはよう。お、当たってるってる。一番動いた。あ、触ってる。やった。来た来た。いや、焦っちゃダメだ。この時期のお魚は食いが悪いからね。しっかり待たないと。触ってるね。なんかつついてるね。そろそろかな、そろそろ来るかな。最初のあたりから結構経ったよ。朝からお隣で釣りしてる方がいらっしゃるんですけどね、お二人。今日初めて釣りしに来ましたっておっしゃってて、この寒い時期に初めての釣りをするって結構すごい方だなと思って。いやでもあのね、こういうすんごい寒い時に釣り耐えられたらもう年中釣り行けますよね。なんか、何でも耐えられそうな気がするっていう話をしてました。おっ、入ったか、今のは入ったか、離したか。取られたかも。いやー、なんか走りきらんかったな。引っ張ったけど、いい感じで引っ張ったけど、まだついてるかな。急に来たね。取られましたな。釣られてるってるですね、きっと。あ、当たってるってる。今度こそ。いや、もうそろそろみんな起きてる時間ですよ。わあ、わあ、わあ、行った行った来た来た。
やばい、こっち重い重い、なんかすげーの上がってきた、すげーの上がってきたよ、コロダイ来た、やったーやった、おーい超でかいね、やばいね、やった、あ、しまった、ヘパニャン言えなかったヘパニャンが言えなかったけど、やったやった、入ったやったおーい、あ、喋っても大丈夫ですよあ、どうぞどうぞどうぞご覧くださいやったわーい、こんなのいるんですねわあ、やった、ありがとうございます、カメラマンさん、いつかぜひ底物をしてくださいこんなの釣れますかやった釣れたよ、2月釣れましたねよかった、調子がいいこと言って、コロダイめっちゃ大きいの、ガゼを食べるコロダイはでっかいんですよね、やったやったやった2月釣れないと思ってたけど釣れた、皆さんありがとうございますありがとう、今日もありがとう、あ、コロダイは持って帰ってフライかな、フライが好きだな私は、あ、今ストリンガーにつけて、はい、泳がせてます。いや実はですね、さっき釣れたコロダイなんですけど、よく釣れるのは初夏から秋口にかけてがよく釣れるんですよ、なんですが旬はこの時期、冬、寒い時期なんですよ。だからねめっちゃ美味しいんですよこの時期の、あー嬉しい嬉しい、いや今日はねちゃんとメジャー持ってきたから、後でサイズ測って、もうね、お姉ちゃんとみーちゃんとポコタと4人でコロダイパーティーするぞやっと大将にさばいてもらおうかな私がさばくとね、もったいないことになってしまうかもしれないので、やったありがとうございます。いや、まだまだ釣りますよ、まだまだ餌ありますからね。2匹目コロダイとかいいね、いいね、いや楽しかった、へっ、う、当たってる、当たってるやっぱ匂いで寄せるってすごいね。いや、しかも今日は4種類の匂いですからね。わあやばい、これこういかってブシ当たってるってる、いやさっきのが一気に走ったからさ焦るよねよかった、なんかちゃんとこうスーッとここ食べるスイッチが入ったみたいで、しかもあれでしょ、コロダイって群れでいるんでしょ、からね、まだいると思うんだよね。なんか今日つくづく思いました、まきえって大事だねいや釣れないこの2月の寒い時期だからこそ、しっかり匂いでお魚寄せないとダメなんだなって思いました。それでは身体測定のお時間です。いや今日ねコロダイが来るとは思ってなかったのでめっちゃ嬉しい。しかもこんな大きいのだよ。じゃーん。今日はちゃんとメジャー持ってきたんだよ。あ、違った。そう、ここ。よし。これは来たか。ね、めっちゃ綺麗だよね。こう
63センチだ。でっけえ。美味しく食べるからね。やりました。63センチのコロダイ。パチだパチ。みんなで。よし。大将、魚釣った。あ、釣った。釣れた。おお。見てたら。ん？アオモンにしたボクソちっちゃいな。本当じゃない。今日はね、うん、ちょっと気分転換に石鯛釣り行ってきた。お、石鯛。でーん。あら、あれ？水くい、水くいって。でーん。おお、コロダイじゃん。ねえ、めっちゃ大きいの来た。おお、青物が釣れんかと思ったら。青物ね。さすがそこものし。ありがとう。そう言ってもらえると。うん、おお、でかでかでか。そうなの、でかいの。マジでかいよ。でもコロダイが来ると思ってなかったから、うん、めっちゃ嬉しい。なんかね、楽しかったやん、これ。はい、楽しかったです。いいね、いいね。とっても、遊んでもらえた。え、エヴァ出動。なんか、出動。今出動。シンジ君、シンジ君はどこ？ドラ、じゃあこれをさばけばいいのね。お願いします。今日はどうするの？3枚？フライしたいです。フライにする。じゃあ3枚に下ろそうか。はいはい。よっしゃあ。なんか久しぶりのお魚だった。よし。飾られた。かわいいかわいい。かわいい顔してますよね。かわいいよね。うん、唇が。うん、唇も。いやー。おー、綺麗、美味しそう。出来上がりました。すごい量です。あんだけ大きければね。いや、美味しそうだよ。あ、ピピピーと油の温度が上がりました。